あのー、薬事法というのがあってね、なかなかこう、その商品をですね、例えば化粧水とかさ、そういうものを売ってる人っていうのは、えー、これを、販売の時にこれは言っちゃダメみたいなのが結構あるんですよ。ここに聞きますよみたいなことを言っちゃダメみたいな。 でも作ってる側からすると、いや、これにめっちゃ効くんやけどな、みたいなのはあるんですけれども、一応薬事法みたいなのがあるので、えそれは言っちゃダメですよ、みたいなのがあるので、僕は本当ここはもう、と思ってるんですけれども、コメットウィニーっていうですね、えー、僕、化粧水と、フェイスクリームとシャンプーとトリートメント。だから、僕の首から上はですね、コメットウィニーで、 出来上がっているんですけれども、この間ね、コメットウィニーの化粧水が切れちゃったんですよ。まあ、まとめて前買ってたんですけれども、れ切れちゃってですね、あ、切れてると思って、で、次取り寄せるのにさ、ちょっと時間がかかるからさ、またその期間別の化粧水をちょっと使ってたんですね。そうするとさ、もう全然違うんですよ。 お肌が、ちょっと荒れるんすよ。別のやつ使っちゃうと。まあ、だから僕の肌に合ってないっていうだけなのかもしんない。その、別の化粧水が悪いっていうよりかは、僕の肌に合ってなかったっていうだけなのかもしんないですけど、もうね、全然荒れちゃって、お肌がね。で、もう一回、えっ、ー、と、コメットウィニーが戻ってきてですね、今コメットウィニーに、えー、戻して、そうするとやっぱわかりやすくね、 もうお肌がプニプニしてる。<laughs> <laughs> ごめんなさいね。朝からおじさんのお肌がプニプニしてるっていうお話を <laughs> 聞かせてしまって。でもね、めっちゃいい。やっぱ改めてもう僕はこれは手放せないなっていう感じになってるんですけども。 何がどういいかっていうのが言えないから、ここ、ここがめっちゃ変わりましたよっていうのが、具体的に言えないから、うーって思うんですけれども、ちょっとぜひ皆さんね、コメッタウィニーの化粧水フェイスクリーム、えシャンプートリートメント、試してみてください。なんか、僕が証明です。西野結構なんか、しっかりして、紙とかしっかりしてませんなんか。 元気そうでしょ西野の髪の毛とかって。で、やっぱお肌も一気にやっぱプニプニしたので、なんかすごいこう、みずみずしい感じになったんで、戻ってきたので、これぜひ皆さんに試していただきたいなと思ってオープニングでお話しさせていただきました。家族でね、使えるものになっておりますので、ぜひぜひ一度ちょっと試してみてください。すっごくいいですよというお話でございました。西野のお肌が今、プニプニしてます。 どうも、キングコングの西野昭博です。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン、西野昭博エンタメ研究所の運営をしたりしております。さて、今日はですね、依存症という病気について、えー、ちょっとここは、 共有しておいた方がいいんじゃないかなと思うことが、えー、あったので、えー、お話しさせていただきたいと思います、えー。本題に入る前にお知らせをさせてください。全国各地で講演会が、えー、行われております。スケジュールばばっと言いますね、えー。4月の17日、兵庫県神戸市、4月18日、大阪府、大阪市、そして4月23日、東京都、江戸川区、えー、5月11日、香川県高松市、5月13日、埼玉県、埼玉県、 5月月月日日日日宮宮崎崎県県の城市南東京都品川区そしてこれ来年になるんですけども、2025年の8月の12日はですね、えー、関東近郊でですね、ミュージカル煙突町のプペルの、えー、劇場からですね、お届けする講演会がございます。で、こちらのミュージカル煙突町のプペルの劇場から公演する、えー、と、で、講演するですね、 その講演会はですね、オンライン配信チケットももうすでに出ております。えー、こちら、えー、まあ、ただ喋るだけじゃなくてですね、ミュージカルの裏側なんかもですね、特典映像で。 実は舞台機構、あの舞台セットこんな感じになってますよ、みたいな、えー、お話をですね、えっ、ー、と、まあ、僕がこう、密着で、えー、特典映像として、せっかくね、ミュージカルの劇場からやるわけですから、えー、お届けできたらなと思っております。オンライン配信チケットを含めですね、え、講演会のチケットをお求めの方はですね、西野秋弘全国講演会で検索してみてください。よろしくお願いします。えー、そしてもう一点、え、イベントのお知らせでございます。これ楽しいイベントですね、えー、スナック西野イン 東京が、えー、2024年5月の10日金曜日の、えー、夜7時19時から、えー、私が働いているチムニータウンという会社のオフィス、会社のオフィスチムニータウンのオフィスでございます。まあここは、まあいつもなんかね、なんかシェフか誰かに来ていただいて、なんかそういう方をお呼びしてですね、お料理が出ますので、えー、お腹は、えっ、ー、と、すかせて、すかせて、まあまああんまり がっつり食うっていう感じはないですけど、料理がね、出ますんで、ええー、お腹減らしてきていただけたらなと思っております。まあ経営者とか個人事業主さんとかクリエイターさんとかがですね、20人、20人集まってですね、みんなの悩み事をみんなで、あの、解決していくっていう。で、実際、えっと、前回もあったんですけども、そこで次の仕事決まってます。あ要はそのカメラマンさんと映像ディレクターさんがいて、経営者さんがいて、ちょっとうちの会社のなんか、 なんとかムービー、プロモーションムービーとか撮ってもらえませんかみたいなのが決まってたりだとか。あじゃああんたのその、なんかその劇団のちょっとビジネスマンがいないから僕そのもう無償でもうアドバイザーとして入るわみたいな感じが結構そこでパンパパンって決まってたりするので、えー、面白い回となっております。えー、チケットを求める方はチムニータウンの公式ホームページのオンラインストアからチェックしてみてください。よろしくお願いします。 そんなこんなで本題に入りたいと思います。えー、今朝ですね、X の方にコマ撮り短編映画ボトルジョージに対する思いを投稿したんですが、まずはですね、そちらの投稿を読み上げます。えー、っと、 依存症と向き合う家族を描いたボトルジョージという小間取り短編映画を作りました。依存症は自己責任,婚、えー、自己責任論ですね。過、え、去、ー、意志が弱いで、えー、片付けられることが多いですが、歴史としては脳の病気です。僕自身アルコールや薬物やギャンブルで人生を台無しにした有名人を見て、バカだな、しっかりしろよ、周りの人たちのことを考えろよ、と思った過去がありました。ひどい勉強不足でした。ごめんなさい。 依存症に対しての見え方が変わったのは、見方なが変わったのは数年前のこと、えー。僕の大切な友人がこの病気に苦しめられ壊れていく姿を近くで見たのですが、そこにあったのはたった一つのきっかけで病が感知へと向かうストーリーではなく、抜け出そうとしても何度も何度も暗い穴に引きずり込まれてしまうあり地獄のような時間でした。 友人が最悪の選択だけはしないように、時々外食に誘ったりもしましたが、友人にとってはその時間が気晴らしになったということでもなかったように思います。明日から頑張ってみるわという展開にはなりませんでした。依存症は本人は愚か、近くで支えている人間もどうしてあげればいいのかわからなくて、えー、通院はしてました、えー。してやれることは時間をかけて付き合っていくことぐらい、大丈夫、大丈夫、と声をかけながら、 堤監督もお知り合いに依存症の方がいて、その苦しみを近くで見てこられたので、取ってつけたようなエンディングではなくて、賛否は承知の上で僕たちが目の当たりにした依存症を正直に描きましょうと二人で話し合いました。コマ撮り短編映画ボトルジョージにはそんな背景がありました。この物語はたくさんの人に届き、そして依存症について考えるきっかけになることを心から願っています。 スタッフのみんなで丁寧に、丁寧に作りました。2024年は世界中の映画祭にエントリーします。応援よろしくお願いします。西野明宏、キングコング。と、まあ、えー、ここに書いたことが全てなんですけれども、もう少しだけ補足させてください。まあ、その当時勉強した知識なんで、ちょっとね、浮ついた説明になってしまうかもしれないですけども、 うんと、依存症っていうのはですね、くれぐれも本人の意思の問題じゃなくて、治療が必要な病気なんですね。厳密言うとこれ脳の病気で、えっとね、余分に、えー、報酬、まあドーパミンですね、えー、を与えてしまうんだったか、余分に報酬を求めてしまうんだったか、ちょっとどっちか忘れましたけども、まあ脳の報酬系のバグなんですって。で、これに対してはちょっと無視できないデータが出ていまして、うんとね、幼少期にうつを経験したことですね、そうでない子のですね、その後の、 えっと、アルコール依存症になる確率がもう全然違うんですって。幼少期にうつを経験した子の方が断然アルコール依存症になりやすいっていうデータが出てるんですね。あと,、うん、と、ネズミの実験もしていてですね。ネズミってあの基本的にはさ、こう集団で行動してますが、その集団の中から、えー、一匹だけね、隔離して、 集団で暮らすネズミと、一、えー、人で一匹で、えー、孤独に暮らすネズミを、えー、分けてですね、それぞれにアルコールを飲ませたところ、一、えー、匹でね、孤独に暮らすネズミの方がですね、断然脳に、えー、快楽物質が出た。まあ、要するに幸福度が高かったそうです。まあ、ここから言えることは何かというと、 例えば、同じだけお酒を飲んだとしても、えー、依存症になる人とならない人がいて、それはですね、えー、幼少期の経験や環境もですね、一つの要因になっているっていうことです。つまるところですね、えー、依存症をですね、性格の問題、意志が弱いとかさ、気持ちが弱いとかさ、あと自己責任論としてしまっていたらですね、いつまで経っても世の中から依存症はなくなんねえっていう話ですね。 依存症っていうのは脳の病気で、えー、そしてその病気が今に始まったことじゃなくて、えー、発症したのが今っていうだけの話で、ずっとま、昔から始まっている場合があるっていう話です。家庭環境が崩壊していたり、うんまあ、学校でいじめられたり、子供の頃のですね、そういった時間が要因になっている場合があるので、 なので、えー、あいつは意志が弱いとか、自己管理がなってないとか、えー、そういった言葉を浴びせるのは大きな間違いであって、暴力であることを僕らは、えー、自覚しなくちゃいけない。実際ですね、もうここ、ここ本当に、えー、知っていただきたいし、これはもう本当に自分も反省なんですけども、あのー、っていうのは過去に自分はそういうふうに思っていたから反省なんですけども、 実際ですね、僕の友人が依存症になった時、えー、そういった言葉がたくさん飛んできたんで、やっぱ耳に入るんですよ。その、あいつはダメだとか、あいつは意志が弱いとか。 うん、何考えてんだ周りの人間のこと考えろみたいな、そういった言葉がですね、まあ僕の耳に入ってるってことは、えっ、ー、と、友人の耳にも当然、えー、どれだけの量かわかんない、その情報がしゃを遮断してたとしても、やっぱりそういうことを言われてるっていうことは、えー、その友人の耳には、まあ届いてたと思うんですけども、本当にね、やめてほしかったです。それは、うーんと、 最悪の選択の後押しとなっちゃうんで、あ、俺ダメなんだっていうふうに思ってしまうとですね、もう本当にその友人が最悪の選択しちゃうかもしれないじゃないですか。だから本当にやめてほしかったです。えー、まあ抱えているのはですね、えー、心を入れ替えて頑張りますっていう問題じゃなくて、今すぐには動揺することもできないっていう問題で、えー、コマ撮り短編映画ボトルジョージを作るときに、そこに嘘があっちゃいけない。 まあ、要するにお客さんを盛り上げるためのストーリーを用意してはいけないっていうことを強く強く意識しましたし、えー、辻監督や松本プロデューサーと、えー、そこに関してはですね、もう何度も何度も何度も、えー、話し合いました。 もしよかったらですね、今朝、の、僕の、えー、と、X の投稿をですね、引用ポストしてですね、ハッシュタグボトルジョージと、ハッシュタグ依存症をつけてですね、えー、これまで依存症に対して思っていたことなどをですね、書いていただけると嬉しいです。えー、本日引用ポストをされた分に関してはですね、す、え、べ、ー、ていいねを押しに行きます。みんなが依存症について考えるきっかけになることを願っています。えー、というわけで今日はですね、えー、依存症という病気についてというテーマでお話しさせていただきました。 オンラインサロン、西野秋広エンタメ研究所では、西野秋広が現在手がけている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2、3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野秋広でした。じゃあ、まったねー。